こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。テンバーアカデミーではですね、ツールの利用は進めていません。まあ、なぜならね、初心者の役に立つツールを見たことがないからということなんですけど、まあ、ツールのね、提供者がわざと誤解されていること、これは初心者でもね、ツールを使えば稼げるというふうな、まあ、書き方、まあ、そう読めるようなね、コピーが多いんですけど、まあ、これは嘘です。稼げない初心者はツールを使っても稼げないです。で、ツールを使いこなせないのは、ツールを使いこなせるのは、まあ、ツールを使わなくても稼げるせいだと。でもツールなんて面倒なものはですね、ほとんど使わないです。で、買取サイトを作りましょうとか、まあ、独自ショップを作りましょうというですね、時間とお金がかかる作業、まあ、これに取り掛かる前は入念にリサーチします。それなのでね、まあ、売れてる数、まあね、ホリデーシーズンにはいくつ売れてるとか、まあそういうのを分析するためにツールを使うこともありますけど、まあそれは例外的なケースでですね、仕入れて納品すればね、結果がすぐにわかると。ね、早きゃもう納品してすぐに売れますし、まあ、遅くてもね、1ヶ月、2ヶ月で、まあ、少なくとも売れる売れないがわかるというアマゾン輸出においてはですね、まあ、正直、ツールでこう何個売れたとかね、チェックする意味があるのかなというのが正直なところです。まあ、さらにね、細かくチェックすればするほど、ドツボにはまることが多いです。真面目に転売に取り組む人が陥るよくあるドツボパターンはですね、チェックをクリアしたら儲かりそうな損をする商品を仕入れてしまうと。ね、ランキング何位とかね、1日何個売れてるとか、まあ、値段の落ち方が緩やかだとかね、いろんなことを気にして、まあ、それらの条件をね、クリアした商品だけを買うと。ね、結果、売れない。で、一見ね、儲からないように見えるけど、まあ、私の出した条件はクリアしてると。だけどね、他の、まあ、チェック項目入れたり、そのね、他の、まあ、なんかどっかから仕入れた条件をクリアしてないんでパスしちゃうと。で、それ仕入れてなかった。だから大体ね、この1日何個売れてるかとかいうことじゃないんですけど、以前、まあ、ランキングがあって、FBA が4名以下で、で仕入れが3分の1以下、仕入れの3倍で売れる商品を仕入れましょうと言ってね、買う商品、買う商品、あんま儲かんないんですという相談があってですね、まあ、実際私が一緒に仕入れに行ってみたところ、これなんで買わないんですかと言ったらね、ランキングが悪いと。いうふうなので弾いてた商品がありました。でね、そのランキング悪いって言った商品は実はね、ランキングが悪いんですけど、FBA がね、いなかったりする商品が多いんですね。で、ランキングいい商品は当然 FBA のライバルは多いです。だからね、ランキングが良くて、ライバルが多くてなかなか売れない。そして値下がり傾向で価格競争が激しくて、売れる時にはもう下がりきったところ。まあそういう商品ばっかり押し入れて、まあ入れりゃ多分ね、すぐ売れるのになっていう、まあ安く仕入れてね、5倍とかで売れる商品はパスしちゃったと。ね。いうケースがありました。で、大体ね、同じような形になります。で、正直、もっとね、10個仕入れて、今仮にね、3個儲かる商品が見つかって、その商品で稼いでいくっていうパターンだった場合に、それをいろいろ項目を増やしてね、10個仕入れれば5個以上売れるようにするということはね、理論上はできなくはないです。ただ、そうするとね、今だったら、1回仕入れに行けば、10個、20個仕入れ商品は買えるのにね、5割をクリアした条件にしようと思ったら、5回ね、仕入れに行って、やっと10個というようなケースになってきます。さらにチェック項目がね、増えるってことは間違いも犯しやすいですし、覚えることも多くなると。まあ、結果としてですね、初心者の方が、最短距離で儲けるようになると。ね。まあ、何しろ、実際に売れて儲かったっていう実感が何よりのね、継続の力になるんで、そこに行くまでにね、めんどくさいことしちゃったり遠回りすると嫌になっちゃうんでね。そんなんないようにできるだけ、単純化して教えてます。だからね、あまりそのチェック項目増やしたりとか、指示してないことを気にしたりしだすと、正直、あんまりいい方向に行ってないんでですね、こういう数字を分析するのが実はすごい得意ですという場合は使っていいんですけど、まあ、そもそもそういうのがね、調べ物とかね、分析が得意だったら、このツールがありますかとかね、どうやって見るんですかって質問になってる
になってないと思いますんで、まあ、ツールの使い方がね、ツールの説明読んでもツールをパッと見ても使い方がわかんないという場合はね、これはツールは使わない方がいいです。逆にね、ツール使って儲かる人っていうのは、ツールを見ただけで何ができるなってすぐわかる人なんで、まあ、そういう場合はツール使ってもいいんですけど、ただそもそもそういう人はね、ツールを使う必要がないということになってます。じゃあツールって何のためにあるんだろうって感じなんですけど、まあ、ぶっちゃけね、何かその、自分が使ってるツールを復旧版にしてね、親切な人が公開してる。まあ、こういうケースもあります。まあ、上級者が使いやすいケースっていうのは、そういうケースがあるでしょうね。ただほとんどの場合はそうじゃなくて、なんかのね、課金をして儲けようとか、塾の目玉にしようとか、継続の、餌にしようとかいう場合にね、さぞそのツールが素晴らしいことができますということでね、ツールを利用することが多いです。だからね、ツールを使って儲かるのはね、使う初心者じゃなくてね、ツール提供してるそのツールの提供者っていう場合がね、99%なんで、まあ、ツールには初心者の方は特に頼らない方がいいです。まあ、余計なお金と時間とエネルギーを使うことになります。で、まあ、そこまでね、高校と言いながらも、まあ、リクエストがあったので、一応使い方の説明はします。まず、ランキング。で、このランキングがね、ちょうどね、意味がない、ランキングをあんまり順位気にしても意味がないっていうのが良い事例になるんで、まあ、これもあってね、この、説明動画を、作ったっていうのもあるんですけど、12月8日、62万1734人。12月9日、15万2040人。1日違うとね、47万円も順位違うと。だからね、順位、100万円がダメだとかね、70万円がどうだとか、30万円以内なので、せめて20万円とかね、そういう言われてるのがいかに意味のないことかっていうのはわかりますね。同じ商品が1日違えば、62万円と15万円になってるわけですから、これ仮に30日っていう基準を設けちゃってたらですね、この12月9日に見た場合は OK で、12月8日に見た場合には NG にしちゃってるということになりかねないですね。だからね、まあ、ランキングもあるなし以外は気にしない方がいいというのはこういうことなんですね。で、ちなみに、今回の商品はね、この赤髪のシャンクスのフィギュア、これで、見てみました。でね、検索結果、これコピペすれば出てくるんで、もし気になる場合はチェックしてください。で、出品者がね、99名いると。で、コレクタブル出品者5名いると。で、ランキングや最低価格の動きがこちらでわかります。価格がこうね、横になってるとかね、下になってるとか、右に上がってるっていうのは、商品選びの時の参考にはいいですけど、まあ、これがね、だからこれだから儲かるとか儲かんないっていうのを見るのは難しいです。てか、そもそも論としてですね、儲かる商品が、見つかったら、さっさと仕入れちゃった方がいいと。これで分析してる暇なく仕入れちゃった方がいいと思います。で、実際このランキングのギザギザ、上がってるところで売れてると。ね、下がってるのはしばらく売れてないというのがわかるんですけど、まあ、ただこれだけだとね、数を推測するのは厳しいんで、こちらでね、出品者の推移を見ます。そうするとね、出品者が減ってるとこ増えてるとこありますんで、ランキングが動いて上がってですね、で、出品者が減ってるとこはそれだけ売れたんだろうというふうに推測できます。まあ、細かく言うとですね、A 出品者が売れて B 出品者が出品したらですね、A 出品者売れて減りました。B 出品者、出品で参入しました。だプラマイゼロになるんで、単純にこの数の推移だけ売れてると言い切れないんですけど、まあ、あまりね、細かくその掴んでも意味がないんで、まあ、減っただけ売れてるということにします。そうするとね、これは1日1個ぐらい売れてるということになります。で、月30個売れてると。でね、ツール売る人とかね、ツールに頼って、すごいだろうというアピールをする人は、この読み取りを自慢してですね、これで売れる数がわかります的な話をするんですけど、まあ実際問題ね、ライバルに勝たなきゃ売れません。まあ、アマゾンの仕組み的にね、おそらく、ライバルというか、一番、アマゾンが売らせたい、出品者、ね、いろんなシステムが判断した数値がいい出品者、この出品者はものによってはね、8割売ってると。
という商品もあります。実際そういうふうにしないとね、トラブルが減らないというか、トラブルが減らない出品者にいっぱい売らした方がトラブルないんでですね、そういうふうにシステムを組んでるはずです。そうなるとね、その一人に入れるのか、まあ、せめて2番に入れるのか、ね、というより5番以下なら全く売れないんで、何個売れててもですね、自分が出品して5番以内に入れるかどうか、それが分かんなきゃ意味ないわけですね。これはいくら分析しても多分分からないです。そうなってくるとね、そもそもこの、ライバルがたくさんいる商品を売れる売れない言ってるのは意味がないってことになっちゃうんですね。で、そんな、いろいろ見るぐらいだったら、その、仕入れの3倍で売れる商品を見つけてくると。で、見つけてきて、ランキングがある。FBA 出品者が3名か。よし、仕入れようと。もう単純にこれだけやった方がいいです。そうじゃないとね、いろいろ、細かくチェックしたりして、できるだけもう、仕入れの失敗を下げようと言うとですね、逆に動けなくなっちゃう。動けなくなっちゃうっていうのは、動けない間に儲かる商品が目の前にあったのに気づかずパスしちゃってるということになりますんでね、商品の選択基準は増やさずに、このシンプルに3つの条件をクリアする商品だけを仕入れるという形でね、進めていくのが一番稼ぎやすいんで、まあ、そんな形でやっていただければと思います。まあ、本当にね、使い方まで説明しておいて何なんですけど、ツールは使わない方がいいです。ね、まあ、この使い方聞いてね、あ、なるほど、それだったら使えるなという人はね、そうそういないと思うんで、まあ、上級者の方からみんな何分かりきったこと言ってるんだと、ね、そのツールいらんじゃないか。ただ初心者の方ね、どうしてもね、仕入れに自信がなかったり、儲かる商品が見つからなかったりするときには、まあ、ツールとかね、まあ、ツールとか勧める人は売り方うまいですからね、勧めに乗りたくなっちゃうんですけど、まあ、利用して役に立つ。儲けるのに役に立つツールがあれば、それは進めてますけど、まあ、いろいろチクチク見たりね、試したりしてますけど、全然役に立つツールありません。それが進めてない理由なんでですね、まあ、決して私がひっそり自分だけでツールを使ってる、それで儲けてる、ということはないです。Amazon の場合は、Amazon の提供してるね、セラーツール、それからスマホのアプリ、まあ、これだけで十分で、他のツールをね、使う意味は全くないんじゃないかなと。ツール提供者を儲けさせる以上の意味は全くないんで、それは気にせず、もう Amazon のツールだけで単純にも仕入れて売って試すというのをね、繰り返していただければと思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。